もう一回いきまーす。Hello? Hello? Hello? って言ったのかな。マジか。やば。モノマネしてないじゃん、これ。あ、怒ってる怒ってる。なに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 。なに？これ、連チャンでできないってこと？これ。怒ってる怒ってる。Hello? マジで？これ一回じゃあ、もう一回オフにして。もう一回オンにしたら、喋るのかな？ストラスフィーチェット。ロシア語でした。マジか。何もモノマネできてないじゃん。いやこれ連チャンでできないのかな。あ、できたできたできた。ボンジョルノ。ボンジョルノ。オーマイガー。え？どうもこんばんは。はあ。あ、今なんかチカンチカン言ってる。なんだろうこれ。もしもし。ウルトラマンですか、あなたは。ピコンピコン言ってるよ、これ。どういうこと？もう喋れないのかな、これ。あ、ダメだ。あ、どういうこと？謎すぎる。モノマネしないじゃん、これ。ほっ。もう限界なんですか。ああ、OK？ もう一回オフにして、オンにタイヤができるのかな。ほっ。What's up, Buttercup? やば、OK こんな感じですなんで、このリズムに合わせて踊り出すっていうのはなんとなく、踊ってたのかなとは思います。モノマネマシン付きって書いてあったけど、いやー、モノマネはできてないと思うけど、なんかそれっぽい声を吹き込むことはできたのかなと思いました。で、これ結構その当時2万名にげんなこう当たるっていうことで、僕はこれを正直いつだっけこれ、もうこの時期に、三菱のこの写真を、もう死ぬほど買いましたね。で、実際これ、もう箱でも超大量に買って、どんぐらい応募したんだろう。もう多分、200通はいかなかったと思うけど、いやもうそんぐらい、もう死ぬほど応募しましたね。で、この、買った写真が、結局、大学生ぐらいまでずっと使ってました。永遠に写真を持ってる男みたいな感じでしたね。このダンシングゴジラのおかげで。だから結構、写真は全然大学生ぐらいになるまで、大学生の時もずっと使ってたのかな？この時に買った写真を。なんで、永遠に、このゴジラのために買った写真を使い続けてました。そんぐらい、この子が欲しかったってことですね。はぁ、ダンシングゴジラ。ご視聴いただきありがとうございました。